ここはどこでしょう。ハングルのお店の看板、コリアンタウン。新大久保にランチに来ました。ギョロジャン、 YouTube でたくさんおすすめされてました。 SNS 映えするおしゃれな韓国料理店だそうです。内装はネオンのライトと、これは何かな、大きなシャンデリア。来たー、乾杯。プハー、ビール最高。ランチのビールは税込み275円。食べたかったカンジャンセ。カンジャンセープはエビ醤油漬け、カンジャンケジャンのアレンジだそうです。なんでも2021年の注目グルメだったそうですよ。税込み1628円。チーズキンパトッポッキハンさん、税込み1408円。ハンさんは1人前の定食という意味です。お料理が来ました。お店の方が食べやすい大きさに切ってくれました。右のエビ3匹が普通ので、左の3匹は辛いのです。ハサミの音が小気味良いです。あっという間にカットが終わりました。いただきます。エビ醤油漬けと韓国海苔をたっぷりつけて。エビが硬いんだね。甘エビを想像して食べると、硬いというか歯ごたえがあるというか、プリプリとして甘みのあるエビです。辛さはここまで辛くない。エビ、韓国海苔、とびっこ、ふりかけ、卵の黄身、軽く混ぜていただきます。これはご飯泥棒ですね。タレと相まってご飯が進みます。日替わりの小鉢7品と日替わりのスープ、今回はわかめスープです。来ました、韓国お得意のチーズ料理、チーズキンパ。チーズが伸びています。伸びれば伸びるほど映えるんでしょうか。熱いんだ、チーズキンパ。チーズが入ってるから。湯気が出てます。しっかりフーフーしましょう。ダメだ、トッポキは韓国で食べた以来です。韓国屋台の爪楊枝で食べるやつ、韓国行きたいな。いざトッポキ。チンジャンですかこれ。トッポキもすごい湯気が出ています。熱々。東京にいながら韓国の現地の味が楽しめるので良いですね。新大久保、こちらのお店はランチセットだけでも25種類あるそうです。辛いのが苦手な方は辛くないのを選んでね。甘辛。あ、結構辛いね。結構辛い。うん、美味しい。この辛さはやみつきになりますね。ビールが進む。小鉢のヤンニョムチキン、胸肉ちょっと固め、筆つげに入っていそうなウインナー、キムチは浅漬けのようです。なんか私のマカロンサラダ少なくなった。なんだよ。食べ物の恨みは恐ろしい。何か割れる音がしました。びっくりしない年頃です。トッポキが一番辛いです。暑さが辛さを後押しします。辛いので水を飲みます。ごちそうさまでした。お店を出ると店外に行列がずらっといらっしゃいました。さすが人気店、行かれる時は早い時間をおすすめします。ご視聴ありがとうございました。グッド
ストボタンいただけたら嬉しいです。明日からも頑張ろう。おしまい。